グループディスカッションしてアイデアを生み出すってことをやってます。社員全体で総選挙をするようなものですね。会社は第二の家族にしたいな。まあ元の台湾で生まれてるっていうことがあって、台湾とかまあ中国の思想があってですね、起業することに対して抵抗感を何ら感じてはいなかった。だから起業するっていうのはずっとやりたいことだったってことですね。で大学卒業して、入った会社はソフトバンク系のシステム会社に営業として入らせてもらって、時代の頃合いが非常に良くて、あっという間にトップ営業になって、でちょっと調子に乗っちゃったもんだから起業しますということで、ちょうどそのシステム会社もそういった、企業を独立を支援するみたいな仕組みが、あって、それをうまく活用させていただいて起業しましたね。いわゆるスポーツソーシャルの世界を作り上げたいなというふうに考えていて、でソーシャルっていうのは、もう Facebook みたいなソーシャルがあるんですけど、それ多分いわゆるデパートみたいな考え方があって、デパートがあると必ずその後にデパートが流行るとね、その後に専門店がどんどんできると。で専門店で代表的なのは、アメリカのリンクドインとかね、求人にフォーカスした、いわゆるソーシャルですねとか、あとは皆さんが多分お使いになっている LINE ですね。 LINE はいわゆるそのスマホデバイスに特化した、ソーシャルですねっていう話があった時に、スポーツっていうジャンルは確立されてないので、この部分を我々がやることができたら面白いなというふうに考えてます。うちの社内のちょっと一個変わった仕組みなのでアイディアソンっていうのがあって、みんなこういうアプリがあったらいいなっていうのをグループディスカッションしてアイディアを生み出すっていうことをやってます。でそのアイディアが面白ければそれを採用して開発を実際にして世に出すっていうことをやりますね。1年に1回ね、社員全体で総選挙をするようなものですね。で立候補者がいて、もう幹部やりたい、うちの中では、ディレクターっていう役職ですけどね、ディレクターやりたいって言って立候補して、で実際に演説をとかしてもらって、討論番組みたいなのをやって、でポスターとか作って、で全社員に対して、票を取る活動をしてもらうと、選挙活動ですねしてもらう。で、忘年会で大体それが投票があって、で3人ないしこう決まっていくっていうことをやってますね。全社員が経営会議に出るというのは変わってるかな。で財務の情報も全て開示しているので、新卒だろうが中途社員だろうが、もう入った時から見たければ見える。同じ釜の飯食ってんのに自分の家のお金の事情がわからないって変だと思ってて、知識が足りないと財務資料を見て、なんでこんなに費用かかるんだとか、なんでこうやってやってるんだっていうふうな質問って多分いっぱい出てくると思うんだけど、それも含めて知識をつけてあげたいなと思います。会社は第二の家族にしたいなって日頃いつも思ってることですね。公私混同するなっていうのは世間一般でよく言われてる話なんだけど、私からしたらもう公私混同しない方がおかしいなと思ってた。昨日彼女に振られたやつが翌日ね、普通の心でよ、働けますかって言ったらできないんですよ絶対。でできないのに公私混同するなって言うんだよ。何言ってんだと。心が最終的に行動を作ってんだから、心一個しかないじゃないと思うわけです。それをね、やっぱね、強制的にこう分離させようとするから、なんか仕事になったら俺こうじゃなきゃいかんとかやってるから、日本に年間でね、大体ね3万4千人ぐらい自殺者が出るんですよ。極力会社でも同じ状態にしてほしいし、この関わり方も家族に近い状態を作りたい。でそれがいい働く環境だと信じているので、うちの会社ではそう思ってるということですね。学生の皆さん、ぜひですね、私と一緒に日本を代表する会社を作りましょう。お待ちしております。Yeah.